はい、お願いします。お願いします。小笠原の、まあまあ、プロに入るまで、はい、これをちょっと見させてもらったら、はい、まあ、高校もね、行政国際、はい、まあ、千葉県では結構強豪なチームだったわけ。いや、当時はもう万年1回戦負けだったんですよ、うん、でそれを府警の方がちょっと野球力入れたいということで監督を迎え入れて、うん、でその時に強くし始めた1期生だから、あの小笠原同期にはね、後にヤクルトドラフト1位だった北川っていうピッチャーもいたり、はいはい、だそこそこの選手が集まったわけ ですね。その5つ下かな、オリックスに相川っていう右バッターがいたんですけど、はい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 、もうあの東海大からそのまま入ったりとか、はいはい、こう1人2人はプロ入ったんですけど、うん、まあ、でもその5年でしたね。でその監督が今木更津総合行って監督やってるので、 あの強い、はい、あの監督の下でこう3年間過ごして、小笠原の高校時代の話ってあんまり聞いたことないんだけど、はい、その3年間、まあ、こうやってね調べたら出てくるのは、はい、ホームランがゼロということぐらいでね、はい、いや本当にゼロなんです。いやゼロやろな、多分、はい、ゼロって書いてあるから、はい、どういうふうな選手だったの。ただ、うん、自分の中では、うん、空振りはあんまりしないっていう感覚ではいた、はいはい、当時、はい、子供ながらに、はいはい、ただ打球は飛ばなかった。あのね、プロ野球でね、378本ですよ、はいはい、この打ったバッターがよくね、足速い、ボールが速い、はい、ボールを遠くへ飛ばすっていうのはね、天性のもんってよく言われるけど、はい、その高校時代の3年間っていうのは、あんまりそのホームランっていうのは全く自分の中では意識がなかった。いや、意識しましたよ。してた。しました。ほっとしたしてた。だから3年間でいろいろ打球飛ばすにはっていう、なんかこう本読みながらとかやったんですけど、変直がいっぱいいっぱいで、練習でももうギリギリもう超えないぐらいです。フェンスの一番上で終わってしまったんで、はいはい、ツーベースは打てるんだけど、ホームランはなんか打てないみたいな感じになって、でその時のポジションはショートで入って、でサード回されて、で最終的にもセカンドになったんですよ。セカンドがいなくて、俺はもう入ってくるときにキャッチャーというふうなイメージがあるんだけど、高校時代はじゃあ内野手を主に守ったわけよね。で最後1年だけキャッチャーを無理くりやらされて、うん、でそのまま社会人なんですけど、でもそれね、社会人ね、やっぱりちょうど NTT 関東というかね、はい、強豪校やんか、はい、やっぱりその社会人に進めたっていうことはやっぱり小笠原にもセンスがすごくやっぱあって目をつけられたってことじゃないの。そこはですね、当時の高校の監督と川鉄千葉の人たちがうまく、うん、話を持ってって、いや、でうまくつってもさ、あんまり橋にも棒にもかからん選手は取ってくれへんわけ。まあそうです。だからその最低限のところはあったと思うんですけど、うん、最後の一押しをしてくれたのが、うん、その川鉄関係の人たちっていうふうにはちょっと噂で聞いたんですけど、小笠原時代はその、まあ、高校からね、はい、大学とか社会人とかあるやんか、はい、そういう時は進路で迷ったりしたことはないの。一回戦負けなんですよ、夏みたいな。優勝候補だったみたいな、見てたらね。でもとりあえずまず遊べと。まあそりゃせやわな、はい、終わったら。でも進路決めなかったら、うん、当時の部長から催促があって、うん、どうするんだと、うん、でもなんかこう大学っていう感じでもないな。え、候補は何かいろいろあったの。いや、なくて漠然と、うん、でも野球しかないなと、はいはい、なんで社会人野球で行きたいなと、はい、で家の事情もあったので、うん、関東というかそっちの方で、うん、っていうことだけは伝えたんです、うん、でそしたらこの NTT のセレクションを受けさせていただいて、はいはい、うん、そしたらもうあの話がすぐまとまったというか、だからそのまとまるのにも、はい、そういうふうに取ってもらえるような方向で話を進めてくれたみたいなんで、はいはい、それはもうじゃあもう感謝しかないですね。もう本当にもう当時のあの今小島さんっていうんですか、うん、がこう全部動いてるんで、なおかつそれに関わった川鉄神戸と川鉄千葉の方たちがいて、はい、うまくそこで話を持って、それを受けてくれたあの NTT の皆さんがちょっと待って、あの NTT 行くのに川鉄千葉の方がすごく絡んでくれたわけ、はい、だからもし取らなければ川鉄で取りますよっていう感じで少しランクを上げてくれたんですね。でということは小笠原の中でも NTT の方がちょっと上やったわけ、川鉄当時千葉よりは、はい、で NTT ってね、俺たちの感覚ではめちゃくちゃ練習がしんどいっていう風な評判ばっかりは聞いてたわけ、はい、俺らの時もね、はい、実際その NTT に住んでどうやったの。多分、うん、その片岡さんの時の監督コーチは多分きつかったと思う。でも実際きつかったんですよ、うん、きつかったけど、でもその先輩たちに聞くと、うん、前もっときつかったっていう話聞いたんで、うんうんうん、これよりきつかったらどうすんのかなって当時の高校時代まあでも俺がしてる小笠原は多分練習できついとかっていうよりもそういう練習がなんか好きなんじゃないかなっていうぐらい結構自分で自分を追い込んでもうやるタイプやん、はい、当時はどうやったの。当時は
あんまり好きではなかったんですよ。ただ、うん、大会が近くなると、うん、先輩とこう夜バッティングしに行ったりとか、室内に行ったりとかはしてたんだけど、年がら年中っていうことではなかったです、最初は。3年目、4年目ぐらいになってから、少しずつはこうトレーニングもしっかりとやるようにしていったりとか、で結果も伴ってくるようになってくると、なんかこう、やることが当たり前というか、さらにやらなくちゃいけないんじゃないかなと。で、プロを目指すんであれば、もっとやらなくてはいけないんじゃないかっていう。その今言ったようにね、こうプロを目指そうと思ったのは何年目ぐらいから？最初は漠然と、入りたいなとか、もちろんね、もちろんね。でも3年目ぐらいになって、なんかこうその世代のジャパンじゃないですか、はいはい、そういう合宿みたいなのがあって、そこに選ばれたぐらいからちょっとこう少し意識が上がってるというか、でも全く声はかかんないんですよ、で当時のやっぱジャパンって、一応キャッチャーやってたんで、もうその時はもうキャッチャーやってたんですよ。その時キャッチャーだったんですよ。でということですよね。あの最後の1年間キャッチャーやって、 NDT 入ってからもちょっとキャッチャーキャッチャーやりながら、でも内野手やってたんですよ、で都市対抗の予選で、もう最後決まるところで連チャンでエラーして、内野で内野でセカンドで負けて、でまたキャッチャーになるっていうのがだから社会人時代は、ポジションはもうコロコロ変わってたんですよ。小川さんも指導者して分かるけど、バッティングがいいからどっかに使ってくれたわけでしょ、ほんでそのね、当時もジャパンなんか選ばれた選手とか、どういうふうな選手がいたの？小川さんとかその代としたら、まあチームメイトに沖原とかいたよね。いましたけど、黒木とか、あ、ジョニー、ロッテの黒木とか、はいはいはい、小坂、はあ、ショート、はい、はい、大学の方だと野村克則、あ、はい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 、で新井信、中村豊か、豊かもいて、だから48年ってさ、すごいメンバーなんだよな、はい、一郎にしても石井和久、中村典とか、はい、すごいメンバーがいる年代なんだね、はい、ほんでまあその3年ぐらいからプロ行こうというふうな目標をちょっとしっかりと持ってきたと、はいはい、それでまあプロ野球から話が来てるということを聞いたのは4年目なの？4年目の年ですね、で当時中日からもしかしたらという、はい、で当日まで分からなかったんですよ。え、日本ハムの話はなかったの？いや、当時はなかったんですよ、あの4年目は、はい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 、で中日がもしかしたらっていう福留の関係で、あ、はい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 、あるかもしれないって言って、でも最終的に亡くなって、キャッチャーの藤井が、はい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 、確か入ったんです。で、その時は小笠原としてはかかるんじゃないかなっていう期待も出た、淡い期待があったんで、ちょっとワクワクしてたんだけど、はいはい、結局指名かからないでショックを受けてた、来年は絶対プロに入るんだっていうさらに強い気持ちで、やっぱそこから練習に対しての取り組み方とか気持ちとかやり方とかもだいぶ変わった、さらに突き詰めたという、でも当時金属バットだったので、せやな、そこのちょっとこう弊害というのが入ってから感じましたけど、ただその当時はもう必死こいてやった。でも5年目はね、はい、まあその1年間の成績もそうだし、はい、ある程度プロに行けるんじゃないかっていうところまで自分でも来てるなっていうようなことは感じた。もうギリギリだったと思うんですね、結果は出してるんですけど、これってもう絶対かかんなきゃ入れない。でもさ、一緒になった選手とかがね、はい、プロに行ったりプロで活躍したりするのを見たら、はい、あ、これ俺いけるかも分からへんっていう、まあ、物差しができるやん、はい、そういうのを見ながらも、いけたらやれるっていう自信もちょっとあった。少しはあったんですけど、やっぱりこう打ってて、はいはい、ただ確信は持てなかった、うん、都市対抗の時、そんな当時は補強だったんですよ、はいはい、で肘を痛めたんで、当時の監督がもう連れて帰るって言ったんですけど、もう頭下げて残してくれって言って、はいはい、もう出させてくれって言って、でなんとかこう少し結果を出せるようにはなったんですけど、はい、ほんでその5年目のねドラフトですよ、はい、前はどんなチームが、ね、声かかってたの？当時でもロッテ近鉄声かかってて、ただまあいろんな事情があって、父親とかいろんなこの金があったのでっていう話で、で最後になんか日本ハムがっていう話で、はいはい、あの確実に指名するっていう形で、それなりの、 あの内容で、はいはい、あの指名するっていうことだったん で、うん、でそこでお願いしますっていう形で、まあ実際にねドラフトで名前呼ばれた時は夢叶ったみたいな感じでしょ。普通ガッツポーズなんですけど、もうなんかほっとしたというか、はいはいはい、なんかこう力が抜けたというか、はいはいはい、社会人でプロに入るって、年数ギリギリな部分で、自分の中では5年目だったんですよ。そうやな。なんでもしかしたらラストチャンスという部分があったので、はいはいはい、これでかかんなかったらもしかしたらもう野球やめなくちゃいけないのかなという気持ちがあったので、本当にこの脱力感とほっとしたという、もう本当にもうそれ以外ないぐらいの感じ でもまあ3位やったやろ、はい、でも3位っていうのは社会人なしではまあ高い評価や。いや、もう高いです。で当時日本ハムっていうのはどんな関東にいたやんか、はい、かかるかも分からへんということで、まあ、ハムの試合とかあんまり中継なかったけどさ、はい、見るようにしてた。だからそこから調べるようになって、でもなんか
内情がそこまで自分でその当時って調べようがないので、うん、な聞いたりとかしかないので、うん、やっぱりプロだから、ね、自分よりも上な世界なの で、 はいはい、はい、でなおかつ言われてたのが、うん、内野手登録なんです、うん、で当時多分サードが広瀬さん、うん、で片方だと肘やってたっていう時代だったのが96年、はいはい、なのでもしかしたらその後ぐらいな感じでうまくはまったらなというぐらいで言われてたので、うんうんうん、そのつもりで、うん、サードのノックを NTT のグラウンドにやってたんですよ。はいはいはい、したら入ってみたら中澤さんに、うん、お前まずキャッチャーやれって言ったそこで、まあじゃあそのハム入ってからの話は、はい、また次聞きましょう。はい、はい、ありがとうございます。